武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間が90分で大問が5題記載されています。で、問題の構成としては、大問5個のうち2つが読解、そして1つが文法問題、そして1つが会話。で、もう一つが、英作文、あとは正序の英作文という形、ですね。で、英作文に関しては和文英訳、が出題されており、そんなに難易度は高くないので、一冊仕上げておけば十分対応できるレベルでしょう。で、長文の難易度、に関しては、センター試験などを突破している、状況であれば、訳せないということは、あまり、ないかなという形ですね。余裕を持つならマーチレベルの長文までやっておいてもいいですが、基本いらないかなと。それよりも、和訳と英作文の練習をしておいた方がいいかなという、難易度になっています。で、和訳に関しても、英文和訳演習の、基本などで、十分かなという難易度ですね。中級などはやらなくても十分かとは思います。なので、基礎的なものでちゃんと分野別対策をしておくこと。で、文法と会話に関しても、センターまでのものがしっかりできていれば十分対応できる難易度ではありますので、会話に関しても会話専用の問題集をわざわざやってやる必要があるかって言われると、いざ過去問解いてみてできなかったら追加でやるってことは考えてもいいですが、基本的にはなくても十分対応できるかなという形になってます。で、時間90分に対して長文の量もそこまで長いわけではないので、時間が厳しいということは、記述ができないっていう場合じゃない限りまずないかなとは思いますので、そういう意味でそのセンターの対策しかしてなくて記述あんまやってないなっていう場合であれば、優先的に和訳と英作文の対策をしっかりやるように心がけておきましょう。以上が英語の勉強となります。